どうやったら煮るのかわからないなっていう時にこれを使っていただくとこうグッと煮ましたということがね、あると思いますね。次特徴3つ以上あげようって時に1つ目に出てくるのが私がこの髪の毛のボリュームがねかなりあるな。で、この後ですねもう一つボリューム感見ていただきたいところがあるのでそれをご説明していきたいと思います。次はですね見ていただきたいのがここなんですね。はい、皆さんこんにちは、お元気ですか。お絵描き上手くなろうクラブ似顔絵講師の似顔絵花です。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございます。今日もですね、また張り切ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、で今日はですね、このボリューム感についてということですね、やっていきたいと思います。はい、でいつもねお伝えしているこちら、1つ目、輪郭シンプルな形で捉える、そして2つ目、特徴3つ挙げてみようというところと、3つ目 T 字、そして4つ目パーツの配置大きさ角度、ここがね、キーになります。ここが似せる上でのベースですね。はい、でこれ以外にももちろんね、見たいところ、そして、テクニックがたくさんありますので、それの1つであるこのボリューム感というところのね、こちらの 理解を深めていただきたいと思って今日この動画を作ってます。まあ、これを見ればなんか似てないなとかね、どうやったら煮るのかなと、この4つのことやってるけどどうやったら煮るのかわからないなっていう時にこれを使っていただくと、もしかすると似てくる、こうグッと煮ましたということがね、あると思いますので、ぜひこの動画最後まで見ていただいて、このボリュームの理解について深めていただければと思います。はい、でまずですね、このボリュームとは何のことでしょうかということですよね、皆様。はい、まあ、最初はねそれでいいです。はい、これからちゃんとね、ご説明していきますので、モデルを見ながら書きながら見ていただければと思います。はい、でまずモデルですね、こちら藤井聡太さんを今回持ってきました。はい、まあ、最年少でねタイトル獲得ということで今話題の方ですけども、そして、まあね、私がこうボリュームのこのご説明をね解説をするときに、あ、この方いいなって思ったのが藤井聡太さんだったので、ちょうど今日モデルに抜擢しました。はい、で、見ていただいて分かるんですけど、まず特徴は輪郭ですよね。輪郭はまあ僕は、まあ、こう四角で輪郭取るかなとかですね。はい、で次特徴3つ以上あげようって時に1つ目に出てくるのが私がこの髪の毛のボリュームがねかなりあるなということで、これで、まあ、ボリュームちょっと今出てきましたけども、ボリューム感を意識した髪の毛をちょっとこうつけてあげる、そして前髪がね、目線とセンターライン引いた時に前髪がどの辺まであるかですよね。こう引いてあげた時に目よりもちょっと上にありますので、この辺まで描いてあげる。はい、で特徴3つ、まあその髪の毛、まあ、耳がちょっと開き気味かなとか、目がねこう垂れ目かなとかね、ちょっと眉毛も垂れてるかな、ちょっと隠れてますけどね。で目はねそんな離れてもないし近くもないなってね。で鼻も短くはないなとかね。で、口ですよね、唇結構厚いんだなとかね。で輪郭はこう整えてあげるとこう似てきますよね。これ下書きですけどね、まだ。はい、でまあ体はまあごく一般的な、まあめちゃめちゃムキムキ、ムキムキというわけでもないですし、太ってるわけでもないですし、ガリガリな感じでもないので、まあ一般的なこの体つきを描いてあげるといいかと思いますね。はい、で、この時にですね、このボリューム先ほど言ってましたけど、髪の毛のボリューム、今ね、これ今正しいボリューム感で大体描けてると思うんですけども、ここがね、違った場合にどうなるかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。はい、で、そうですね、こんな感じの髪型にしちゃうといかがでしょうか、皆様。もしね、この髪型で描いた場合ですよね、ちょっと髪の毛のボリューム結構減らしてるので、ちょっと印象違くないですかっていうことになるんですね。はい。やっぱりこの髪の毛のボリュームでしたり、次ね説明するんですけど、この肌のねボリュームというのを見極めて、しっかり、適用して描いてあげないと、こう似ないこう絵になってしまうんですね。はい、でこの藤井聡太さんの場合はこの髪型が結構キーポイントかなというところがお伝えしましたね。髪のボリュームですね。はい、まあ仕様を描いておきましょう。髪のボリューム感が結構あるので、こうボリューム感を意識しながら描いてあげるところですね。でもう一人こちら、まあ、対照的なね、ちょっと髪が薄いですけども斉藤さん、持ってきました。まあ顔はですね、まあ、大体同じぐらいですかね。まあ四角やちょっと丸とかでもいいと思いますけど、で目線センターライン引いて、
で特徴3つ、まあ、目と眉が近いですよね。ここを3番4、そうですね、配置しながらやっていきたいと思います。まあ、T 字はそうですね、目はめちゃくちゃ近いわけでもないんですけど、結構中心にここの幅がありますよね。前の動画でお伝えしたんですけど、この幅があって、あと目と眉が近い、これ男前の人とかイケメンさんの印象を強く与えるのがこの目と眉が近いというものですね。はい、で鼻は比較的ちょっと長めですねというのとか、口はちっちゃいかなという、こんな感じですよね。はい、まあ、鼻の下はそんな長くない。はい、でこんな感じで、できます。まあ、T 字で言うと、まあ、縦の方がちょっと長いかなというところですかね。はい、こんな感じで T 字。まあ、藤井聡太さんは同じぐらいの離れ具合で T 書いてあげるといいかなと思います。はい、で、この場合もやっぱり髪の毛がポイントになってくるわけでして、まあ、正しいので今書きますけども、まあ、大体これぐらいかなっていうので、書いてあげます。髪のボリュームですね。で、こう書いてあげればもう似てますよね、下書きですけど。まあ、斉藤さんも体格は至って標準的な体格ですので、まあ、こんな感じで書いてあげるかなと思います。はい、でこの時にですね、髪の毛を誤った感じでボリューム感で書いてしまった時をちょっとやってみましょう。はい、これぐらいのね、髪の毛で、書いてしまったらどうでしょうかね。こっちもちょっとイメージ違うし、こっちもやっぱ違いますよね。はい、ということでこの髪の毛のボリューム感っていうのはすごい重要になってきますので、ここをですね、似せる時のポイントとして、まず1つ目、髪の毛のボリューム感を意識して、描くようにぜひ今後意識してやってみてください。はい、で、この後ですね、もう一つボリューム感見ていただきたいところがあるので、それをご説明していきたいと思います。はい、次はですね、見ていただきたいのがここなんですね。まあ、藤井聡太さん顔を見ていただくと、この肌色のね、見えるところありますよね、顔の中で。この上はもう除外していいです、髪の毛なんでね。はい、顔の中でボリューム感があるなっていうところどこでしょうかね。はい、まあ、この辺なんですね。この辺のボリュームが結構目立ってますよね。で斉藤さんの場合はここですよね。はい、なのでもう髪の毛をね、こういう風に変えてしまうともうバツですよね。はい、だからここのスペースを開けてあげる、ボリュームをここを取ってあげることで、似てきます。で斉藤さんはここの、ここですよね、この辺の、この辺ですね、ここ結構ボリュームあるので、この辺のボリュームを抑えて、書いてあげると斉藤さんらしくお書きができますので、まあ、この僕が今回お伝えしたかったのは、髪の毛のボリュームと肌のボリューム、ここここですね、こういうのを見極めて書いてあげることで、よりこう似せてお書きができるということで、この一つのまたテクニックを今日はお伝えさせていただきました。はい、ぜひ皆さん、似顔絵ね、書いていただいてると思うんですけども、なんか似ないなとかね、もうちょっと似せたいなという時に、ちょっとここのね部分意識してやっていただくと、もしかしたらグッとこう迫れるモデルに迫れるかと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで、この今回のねテクニック、動画が役に立ちました、こんなね動画またお願いしますという方は、ぜひグッドボタンでお知らせください。はい、皆様のねこのグッドとかね、まあ、コメントが私のね励みになりますので、また動画をね、どんどんやっていこうという活力になりますので、ぜひ皆さんコメントいいねお願いします。あとですね、私似顔絵のオンラインレッスンをやっておりまして、私のこちら、似顔絵花のインスタグラムで、ストーリーズでね、受講生の様子が、成長の様子、どんなレッスンしてるのかなっていうのを、少し見ていただけると思うので、ぜひ、興味のある方はですね、覗きに来ていただくといいかなと思います。本当にやる気がある方が、本当に成果が上がりやすいと思うので、やる気があって本当に効率よく学びたいっていうね、短期間で学びたいという方は、この動画の最後の詳細を見ていただいて、お問い合わせや、お申し込みをお待ちしております。はい、ということで、今回はちょっとねスパン短めで動画アップしましたけども、またね、ポン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 アップしていきたいと思いますので、情報をねどん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 皆様にお届けしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録してない方はチャンネル登録して、お見逃しないようにお願いいたします。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。またお会いしましょう。さよなら。I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you, baby. Lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear.
me smile. And now you make me smile, oh yeah. And now you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone.